カルカヤとは、出家した武士、カルカヤ同心とその、息子関道丸にまつわる物語。説教説、浄瑠璃、歌舞伎、特本などで作品化されている。説教説では、ご説教の一つであり、代表的な演目の一つとして扱われてきた。近年では、教育漫画などでも作品化が試みられている。主人公の名を不死、石、わらべ丸と称されることがある。説教説、 カルカヤ、シオールリー・ヤキエモンの番祭祀を捨てて、家を出るカルカヤ同心地区全国の武将、加藤左衛門ンの城氏決死は、妻と目かけの醜い嫉妬心を見て、世の無情を感じ、両地と家族を捨てて出家し、弱小暴徒は奉仕、カルカヤ同心と合して、玄久商人の下で修行し、高野山に登った。その息子である石、わらべ丸は、母と共に、父親探しの旅に出る。 旅の途中に出会った僧侶から、父親らしい僧が、鷹野さんにいると聞く。鷹野さんは、女人金世母を、麓の宿に置いて一人で山に登り、偶然父親である東亜法師に出会うが、父親である東亜法師ははるばる訪ねてきた息子に、気温入り無意の受けのために、自分があなたの父親ですと名乗ることはせずに、あなたが訪ねる人はすでに死んだのですと偽りを言い、実の父親に会いながら、 それと知らずに戻った。石、師、わらべまが、高野山から戻ると、母親は、長旅の疲れが原因で、すでに他界していた。頼る身内を失った石、師、わらべまは再び、高野山に登り、父親である東亜奉仕の弟子となり、互いに、親子の名乗りをすることなく、普通に仕えたという愛は、カルカヤ物語は、高野山剣道を中心とする剣道生と呼ばれる。 聖集団によって生み出され、伝承されてきたと言われる。その原型となる、トン説話が中世にはいくつかあり、西行物語序盤の斎行が出家に至る下りや、平家物語の斎藤時折出家の逸話も、その一つに挙げられる。室町時代に入り、それらの原型となる説話から、洋曲、説教のカルカヤが作られた。江戸時代中期に説教をもとに、浄瑠璃、石原部丸、 カルカヤ同心物語が作られ、歌舞伎、カルカヤ宗門地区シーエズとへと発展した。また、日本各地のカルカヤ伝説を修正した歓迎本、カルカヤ同心行場記が作られ、以来、妻と目掛けの争いなど従来にないエピソードの追加や、二人の出家後の防護法名など新たな設定が盛り込まれるなど、物語が整えられていった。中世に起源を持つ、カルカヤの物語は、 当時を生きる人の胸を打ち、以来、多くの芸能や文学で扱われる重要なテーマとなってきた。以下に、その代表例を掲げる。ありがとうございます。